It is the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam. From tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts. With fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store or at HM.com. 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。今週から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に引き下げられました。今週はこの5類移行での変化、影響を様々な現場の方に聞いています。今日は今いろんなところで引っ張りだこというこの方に聞きます。 笑顔表情筋協会代表の北野美穂子さんです。リモート繋がっております。北野さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。<laughs> あの、まず笑顔表情筋協会っていうのはどういう団体でどういうことをされてるんですか？<laughs> えっと、そうです、ね、表情筋を扱いながら、うん、私、歯科衛生手の資格があるんですね。おはい、15年歯科医選手やっておりまして、えー、そして脳科学と表情筋3つを組み合わせて、えー、ちょっと笑顔に特化した表情筋のトレーニングなんです。脳科学とも連携して<ー>はい。へえ<ー>。興味深いですね。ありがとうございます。表情筋っていうのは、いわゆるこう頬のあたりっていうことですかね。はいうん えっと、実は顔の表情を作っているのが。すべ、ええ、て表情筋なんですね。もうすべてを。表情筋って言うんですね。すべて脳の指令で動いているんです。はあ、うん。例えば、脳から笑ってで笑う。目を開けてで目を開ける。うん、ウインク、それでウインクするって、全部脳の指令なんですね。はあ<ー>。はい、なるほど。で、その表情筋を、はい、まあ、えー。使って。 笑顔などがわれわれはね、はい、日々してるわけですけれども、はい、マスク生活が長い中で、はい、その笑顔もなんか100、100%で笑えてなかったとかね、<laughs> う<ん>そういうこともあると思うんですが、はい、今、引っ張りだこっていうことなんですが、忙しいんですか、はい、そうですねあの、大体2倍から3倍にやっぱり、あの受講の方増えてます、あとセミナーの依頼とかですね、企業様だったり、学校の先生だったり。えー あの、様々なところで、えっと、すごく注目を浴びてるのかなと思います。やっぱりマスク生活でね、うん、あの、うん、口周り笑顔見えないじゃないですか、笑っても。はい。はい、なので、うん、まあ、使わなかった。で、うん、脳って使わない表情筋、使わない筋肉は使ってくれないんですね。ああ。いつも使ってる筋肉を使いたいので、うん、例えば、頬ってすごく大きく笑らないと使わないんです。 ああ、そっか。お笑いしないと上がらないですもんね、<laughs> ここ。確かに。ただ、口周りの筋肉は、ご飯食べたり、お話したりで、ええうん、結構この口から下の筋肉って下げる筋肉なんですね。はあ、なるほど。口角を上げるって、皆さん笑顔を持ってらっしゃるじゃないですか。ええ、だか若干間違っていて。間違っていてそうなんです。あのー、 体の筋肉骨格筋って言って骨から骨についてるんですけど、はい、顔は骨から皮膚だったり皮膚から皮膚で、ええ、広角には広角を上げる筋肉と下げる筋肉両方ついてるんですね。<ー>うん、なので、笑顔が上手な方は、うん、もっと広角上げて笑ってって言うと、バーンって素敵な笑顔になるんですけど、ええ、意外と苦手な方とか写真撮るときは、はい で笑ったたのになんか毎一文字みたいな<ー>笑えてないなっていうのは実は下げる筋肉も使ってしまってるっていう方がめちゃくちゃ多いです。<ー>はい、でそんな中このコロナ禍の3年余りの間に、えー、やっぱりこう人とコミュニケーションを取る機会が減って、はい、笑う機会も減ってってなると、はい、やっぱその表情筋自体も使ってないっていう人がやっぱ多いっていうことですかね、うん そうですね、使ってねあ<ー>、まあ、使おうとしてもマスクがあって大きく動かすとずれてしまったりとか、まあ、見えないので目で笑うことをなるべく表現していたっていう、この、うん、なんていうんですか、お仕事の方もいらっしゃいます、接客業の方とかはやっぱり笑顔にしなきゃいけないので、えー、なるべく目で笑顔。 って思ってて<ー>目の周りの眼筋は鍛えられてたのかもしれません。あ<ー>いい逆にね目の周りがシワになっちゃうんですね。<ー>目の周りで、ね、使いすぎた。<laughs> 目じりね。<laughs> うん、困るなそれも。たださっきあの、はい、いろんなところから依頼があるっていう中に <laughs> 学校って出ましたけどこれは先生方がやっぱり教えてくださいっていう声が多いってことですか。そうなんです。 あのー、7月にあるのが、うん、学校の先生60名という、先生だけの子団体様に、あの、セミナーがあるんですけど、ええ、やっぱりその笑顔、マスクをもこれから外すじゃないですか。ええ、なんとなくこのレッスンを受けて、うん、まあ生徒にもちょっとこう、なんとなく指導できるような、<ー>できるような講座にして、講座っていうかセミナー講義にしてほしいですということで、そうです。ええ いろんな中学学生だったと思います校のなるほど、でもそうやって先生たちも必死で子どもたちに何か伝えようと、一生懸命やってるんだなっいうのもかりますけど笑顔の作り方も教えてあげなきゃいけなくなってる北野さん、今、リスナーの方でも、ちょっとやってみたいなとか、意識したいなって思う方、多いと思うんですが、すぐにできるトレーニングって、何か簡単なものを教えてもらうことって可能ですか はい、あります。大丈夫です。あはい。実は、ええ、左右対向格上げストローレッスンっていうのがあるんですね。ストローはい。はい、はい。で、皆さん、こういう大きいストローを用意しちゃうと思うんですけど、ええ、なるべくこ子供がジュース飲むような、欲しいものがとてもいいです、はいうんで。よく箸加えて笑顔レッスンって聞いたことがあると思うんですけど、はい、実は箸って重くて、厚さがあるので、ええええ 実はあんまり適していないんですね。<ー>うん、なるほど。なるべく細い、もしストローがない。まあ、綿棒とかでも細くて軽いものですね。えー、えー、うんうん、なるほど。じゃあ、そのストローを使って、はいはい、偶然スタジオに今ストローがありましたね。はい、<laughs> あ、素晴らしいですね <laughs>、えー。教えてもください。 軽く口を開けます。はい。はい。あの、下顎を下げるように開けるんですね。ええ。えっと、こうやってこう、っあって開くのではなく、軽く下顎を下げるように開けたら、そこに軽く2、3本に乗せます。はい。で、軽く噛んだら、うん。これ、ゆるゆるです。ゆるゆるですね。ゆるゆるはい。ずっと噛まない。このまま、ゆっくりと。うん。 で、広角を上げて、1>, うん、1、2、3、4、5。はい。この5、6。1、2、3、4、四。なるほど。この、ストローを甘噛みせるぐらいの感じで。はい、そうですね。もう本当に軽く噛むイメージで。うん、はい。 あのー、で、なんで何ゆっくりかっていうと、ええ、これ筋トレなので、うん、実は筋肉の性質がありまして、はい、早くすると、うん、あの筋繊維がドミノ倒しに使われる性質があるんですね。でドミノ倒しの前と後ろだけ倒れちゃうんですよ。ええ、せっかくやっても。なので、必ずゆっくりと早く。ゆっくりと。 はい。そして目はなるべく笑わないです。目は笑わない。口で笑うっていうんですね。はい。目の筋肉を使ってしまうんですね。ああ、なるほど。口元を意識してっていうことですね。そうですね。はい。わかりました。あの、オンラインレッスンもやってるそうですけども、その時はどこ、どういう検索方法がいいですかね。あ、えっと、笑顔表情研協会で検索していただくと、多分、あの、一番出てくると思います。わかりました。 ありがとうございました、はい、やっぱり笑顔は第一印象としてね相手に印象を与えるのに本当にいい印象を与えてくれると思いますので大事にしたいと思います今日は北野さんどうもありがとうございました、えー、ありがとうございました笑顔表表情筋協会代表の北野美穂子さんに話を聞きましたプロデューサーはコータブロ郎ディレクターはボン AD はマイネス ワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね